本ビデオは実践定石と辺の情景の百科をもとに制作しました。著者は大平修蔵九段です。それでは第1章、付け手定石、付け伸びから解説します。白かかり、白のかかりに黒のつける手を勉強してみましょう。白はね、ここに伸びるのがつけ伸びです。白伸び、黒押さえは絶対の一手。開き、黒も開きまで、ここまでが基本形です。このあと出るとどうなるでしょう。ここで黒が伸びますと、白で黒伸び、白押し、黒伸び、この別れは白がやや良さそうです。白の出に対しては黒は押さえる手があります。ここで切るとどうなるでしょう。黒は一つ下がりを打ちます。白次、こちらから当たりをする手があります。白逃げ、黒押さえ、白下がり、黒押さえます。白飛び、黒つけ、跳ね、黒下がりまで、この攻め合いは黒の勝ちです。ここまでは先ほどと同じです。ここでコスむとどうなるでしょう。黒は下がるのが大事な一手になります。白飛び、これは攻め合いです。当たりとして次跳ね込みます。当て、黒次、白次、ここで放り込みが手筋になります。白取り、黒下がりまで、この攻め合いは黒の一手勝ちです。黒押さえ、切り、下がり、ここでダメをつめて押さえた時の変化です。黒はここで切りを打っておきます。
白当て、黒伸び、はい、そこで当てを打って白伸び、黒押さえ、白下がり、黒押さえ、飛び、当てを打って、次このツケが急所です。白跳ね、白の跳ねに対してここに打って、黒の有利な攻め合いです。黒はこの攻め合いでここに打つ手が大切な手です。この手で下がりますと白ここへ打ちます。目持ち、黒下がり、白次となって、この形は関か甲の形です。これは黒失敗です。ここで白コスんだ時の変化です。黒は下がるのが大切な一手です。白飛び、ここで当たりと打つのは次当て、黒が継ぐと白当て、これは黒が取られてしまいました。黒の失敗です。白の飛びに対して単に割り込みが手筋になります。白下から当て、こちらから当てるのが大事な手です。次当たり、放り込んで、当たりまで白を取ることができます。黒の割り込みが手筋です。この時にこちらから当てるとどうでしょう。黒当て、白次、黒取り、白当て、これはコウになります。白コウ取り、ここで黒には絶好のコウ立てがあります。これで部分的に黒が有利です。白からの出切りは無理なことが分かりました。ここでこの打ち込みからいくとどうなるでしょうか。その手に対しては黒コスミつけます。白コスむと当て込んでつながっておくのがいい手になります。ここで伸びると黒は
つなぐ一手です。白肩つき、黒押し、伸び、さらに押します、飛び、黒伸び、次、桂馬までとなって、こちらは荒らされましたが右上が大きくなっています。これは黒不満ありません。白かかり、黒つけ、跳ね、黒つけ伸びです。ここでコスむ変化を調べてみましょう。黒当て込み、白当て、黒つなぎ、かけつぎ、当てを生かします。次、曲がりを打って伸び、開きまで、これで一段落です。この後ここに切る手はあります。その手は大きい手です。黒は当たりとして下がり、押さえて、抱え、隅の石は捨てるところ、黒飛びぐらいになります。この時白押すと黒は一目を抜きます。これは非常に大きい手です。黒不満ありません。ここで単に継ぐと黒はコスミが形になります。これで一段落。白のコスミに対して飛びつけるのも有力な打ち方です。白割り込み、黒押さえ、次、ここで外を継ぐのでは切りが残って、これは黒がやや甘いようです。こちらを継ぎたいところです。白切ると黒当たり、白当て、黒つなぎ、白で黒押さえて、これは黒のやれる形です。切った手で出から打つとどうなるでしょう。黒は押さえる一手です。そして切り、次、白はい、ここで切りが入ります。下から当て、黒伸び、はい、
当てを利かして、二目の頭を押さえます。白跳ね、二段跳ねが手筋、白継ぎ、黒も継ぎ、跳ね、一本押さえを打ちます。白跳ね、黒伸び、白はい、黒伸び。この形は隅の黒が取られていますが、白地は小さく、黒の外勢が非常に強力です。これは黒優勢です。白飛びつける変化を見てみましょう。黒隅から押さえてみます。白へこみ、黒当て、次、黒次、こういう進行が考えられます。白次の変化です。白の次に対してかけつぐのは形のようですが甘い手です。白跳ねます。黒は下がりに一着必要。これは黒がよくありません。ここでは固くつなぐのが定石です。白開き、黒も開きとなって一段落。白の飛びつけに対して黒ここを切る手も考えられます。白抱えると、当たりと打って、白抜き、抱えになります。この図は黒の実利が大きいようです。白はここで継ぐくらいです。黒抱え、白跳ね、抜きは本手です。白飛び、こういう分かれになります。白の実利が多いようです。白の飛びつけに対して割り込みも定石の一つです。白当て、黒つなぎ、かけつぎ、当て、次、黒曲げ、伸び、開きとなって一段落です。白かかり、黒つけ、白跳ね。ここで押さえるのがつけ押さえ定石です。白当て、黒継ぎ、
ここで白からは3通りの打ち方があります。まず次の変化を見てみましょう。黒は一間に受ければ穏やかです。白の下継ぎに対して切りが一番厳しい手です。白伸び、黒も伸び、二間に開き、この飛びは要点です。白コスミ、黒もコスミ、桂馬に煽ります。黒一間飛び、二間に開き、黒も開きます。ここで白が手を抜けばこの付け越しが厳しい手になります。そこで白はこれを利かすくらいです。黒は受けとなってあとは戦いです。上継ぎの変化を見てみましょう。勢い黒は切りです。白当て、黒抜き、白当て、白の当てに対してこの一間が要点になります。白当てた手でこちらに打つと黒は羽になります。これも一段落。白の当てに対して下がるのはよくありません。白押さえ、黒抜き、こちらに回ります。これは黒不満です。白の上継ぎに対して単に一間に受けると白下がります。白の下がりがいい手です。すぐここに受けるのは利かされでよくありません。手を抜くと三三に行く手があります。黒が押さえればコスみます。白の三三に対してこちらを押さえると白桂馬に滑ります。これでこの白は死なない形です。白の上継ぎに対して桂馬に外す手もあります。白がこちらに打つと黒桂馬、こういう進行が考えられます。ここで下がる変化を見てみましょう。黒は外を切ります。白伸び、黒抱え、当て、次曲がり、黒三三、ここまでが一つの形です。
上がりの手で三々に打つと、黒は気合で抑えることになります。白桂馬、黒押さえ、跳ね、伸び、はい、黒伸びまでとなります。白は稼いだようですが、黒も厚いので不満ありません。白の当てに黒は抜く手もあります。白曲がり、ここで押さえますと、のぞき、黒次、下がり、桂馬、これは身を食われてしまいます。黒はここで押しが強い手です。白伸びると黒抱えとなって、これは黒が十分です。ここで白は頑張ってくるでしょう。黒跳ね、白跳ね、次、白伸び、この押さえが先手で気持ちのいいところです。白かけ継ぎ、この飛びが要点になります。あとは戦いです。この時にこちらへ曲がると勢い黒は抑えになります。当たり、次、抑え、下がり、黒二間、白飛び、黒一間、こういう進行が考えられます。続いて第2章、辺の定石第4線の打ち込みの解説です。4線の打ち込みへの対策を勉強してみましょう。まず黒の悪い打ち方です。黒コスミ、白押さえ、コスミつけ、白伸び、こう打って隅を安心したい人がいるかもしれませんが、これは隅の味が悪く黒良くない打ち方です。下つけも時々見かけますが、この手もよくありません。白跳ね、黒引き、次、こうなると辺の黒一子が腐ってしまいます。これも黒失敗。ここで黒切り、
白当て、黒当て、白抜き、黒引き。この打ち方は白にポン抜きを許して黒は甘い限りです。上につける手もよくありません。白跳ね、黒切り、当て、白抜き、黒引きまでとなりますが、中央でポン抜きを許して白十分です。黒の飛びはなかなかの手ですが、形が決まらない意味があります。白飛び、黒飛び、白飛び。黒の鉄柱は硬い手ですが、やや利かされです。白飛び、黒はつけて連絡することはできますが、やや辛そうです。こちらにコスむ手はどうなるでしょう。白つけ、黒押さえ、切りがさばきの手段です。黒当て、次、抱え、上から当てるぐらい、抜き、伸びは大切なところ。滑りとなります。これは白がさばいた形です。この形での黒の最強手段はこのコスミです。白押し、ここは強く二目の玉を押さえます。白跳ね、白の跳ねに対して切りが強い手です。白飛び、こちらの飛びがいい手です。のぞき、ここは黒次、当て、ここも次いって、隅を押さえます。跳ね、黒押さえ、かけ継ぎ。ここまでが基本形です。白は下飛びが最善です。ここで黒がこちらを飛ぶとどうなるでしょう。こちらに出ます。黒は次に一着必要なところです。黒コスミ、曲がり。こうなると白を攻めるのが難しいようです。この形では外を封鎖するこの飛びが静着です。
白のぞき、黒継ぎ。この時こちらへ入り込むとどうでしょう。その場合は一本出ます。この押さえが急所、白膨らみ、黒下がりが気持ちのいいところです。コスミつけ、しっかりとかけついでおきます。生きるための割り込みです。黒押さえ、黒継ぎ。当て、黒継ぎまでとなります。白は生きることはできましたが、外勢が厚く黒十分です。それではここでもう一度基本形を見てみましょう。黒コスミ、押し、羽切りが当然ながら強い手、飛び、この飛びがいい手でした。白のぞき、黒継ぎ、白当て、黒継ぎ。この押さえは要点、羽、黒押さえ、かけ継ぎ。ここまでが基本形です。この後黒次に石が来ますと、ここで白がのぞきを打ち、黒次伸びるとどうなるでしょう。辺の白は完璧ではありません。黒から鋭い狙いがあります。ここでこのツケがうまい手です。この手はやむを得ません。黒割り込み、当て、切りです。白取るとここに差し込んで、白は生きていません。白の潰れです。黒当て、白は全滅しないためにはここへ継ぐよりありません。そうすると黒三目抜き、次黒押さえ、下がり、種石の三目が抜けて、これは黒十分すぎます。黒コスミ、白押し、黒羽、ここで曲がる変化を見てみましょう。白が曲がった場合にはここへつける手がいい手になります。この手をぜひ覚えてください。
白こちらを出ると押さえて、これは黒十分の進行です。このツケがいい手です。ここで白こちらを跳ねると黒伸び白曲がり、ここでじっくりとここを押さえて、これも黒十分の進行です。黒押さえで十分な形ですが、この手ではもっと積極的な手もあります。黒押し白伸び、さらに押しを打って、次に封鎖と羽を見合いにします。この伸びで白を封鎖、この羽はいいところ、そこを見合いにして黒十分です。四線の打ち込みに対してはこのコスミをマスターしてください。白の曲がりに対してこのツケがいい手です。白跳ね黒伸び、ここへ伸びるとどうでしょう。黒はしっかりと受けておきます。白曲げ、ここで面白い打ち方があります。黒切り白当て黒下がり、これで黒2子は取られていますが、利きを増やしています。黒切り当て一本当てを打って伸びまで、これは白の苦しい形です。続いては第3線の打ち込みです。3線の打ち込みに対する対策を見てみましょう。ここで防止するのはやや甘い打ち方です。白滑り黒コスミ、はい伸び、こちらに滑ります。これで白は生き形。また白はコスミツケから行くのもあります。黒押さえ跳ね跳ね、白の二段跳ねが手筋です。黒は次白伸び、この形は白収まっています。三線の打ち込みに対してはこのツケが緩まぬいい手です。白伸び黒押さえ
滑り、ここでしっかりとつないでおきます。のぞき、黒次、三三、押さえ、下がり、押さえ込みまで、黒の非常に厚い形です。ここで割り込むとどうでしょう。黒押さえ、当て、黒はポン抜きます。伸び、ここでコスミつけて、ハサミに回って、黒好調です。こちらに伸びる変化です。黒押さえ、白で、黒押さえ、当て、つなぎ、当てを打って、伸びます。滑り、ここで同じ要領でコスミつけて、白伸びに対して挟んで、黒好調です。ここで単に割り込むとどうでしょう。黒は押さえです。次、しっかりとつないでおきます。伸び、滑り、ハサミまで、この図も黒好調。ここで割り込む変化も見ておきましょう。黒下から切り、次、当て、切り返し、抜き、これで一応は渡っていますが、コウの味もあり、この打ち方は黒よくありません。ここで黒押し、切り、ここは下がる一手、伸び、抱え、曲がり、これは穏やかな別れですが、黒がやや消極的です。白の跳ね込みに対しては外から受けて、押さえます。次、かけ継ぎ、当て、伸び、滑り、
コスミツケて、黒はこれが良いでしょう。こちらに跳ね込む変化です。黒は外から当てるのがいいようです。次、しっかりと棒についておきます。飛び、コスミつけ、挟んで黒の構成です。ここで部分的な最強手は外を押さえる手です。白跳ね、黒押さえ、次、黒次、滑り、一間に飛んで黒が十分です。続いては横付けです。横につけてくる手も白の常套手段です。この手に対する対応を勉強しておきましょう。ここで黒下がり、白飛び、黒曲がりと打てばつながることはできますが、これはやや消極的です。下を跳ねる手もありますが、やや弱気です。白跳ね、黒下がり、白上跳ね、黒次、この進行は黒が利かされています。白のツケに対しては伸びて堂々と戦うのがいいようです。白肩ツキは形です。黒押し、飛び、伸びは急所、飛び、黒押して、これは黒十分戦います。白継ぐと黒の桂馬がいい手になります。右上が黒、いい形です。この時に下がる変化です。黒は桂馬で封鎖するのがいい手です。白滑り、黒ぶつかり、引き、押さえ、飛びつけ、伸び、押し、押さえ、跳ね、押さえ、次、それで白は行きましたが、黒次となって手厚い形です。桂馬に滑ってみます。黒はつけます。
伸び。次。で。ここが問題のところ。ここで緩めて。白って。また緩めます。これで黒十分です。下辺の星に白石がある場合の打ち方です。下を跳ねて白跳ね、ここで黒継ぐと白継ぎ。この図は黒あまりよくありません。ここで当たりと打つのはあまり筋のいい手ではありません。白継ぎ、黒継ぎ。黒伸び、白飛び。この受けは必要です。のぞき、黒受け。桂馬に滑り、黒あまり嬉しくない進行です。ここでは切りが形です。白の伸びに対して押しが大切な一手。白切り、黒下がり。白伸び、黒抱え。曲がり、飛びまで黒は隅と辺が連絡できます。これは基本形です。白の横付けに対して上に跳ねる手は有力です。白伸び、黒継ぎ。曲がり、一間飛び。飛び、しっかりと隅を守っておきます。ここで羽が自然な流れです。白飛び、黒桂馬。膨れ、黒伸び、桂馬。ここが一つの急所です。伸びがいい形。白手、黒押さえ。切り、伸び。伸び、黒押し。伸び、要点を飛んで、これは黒十分の戦いです。ここで下がる手もあります。白曲がり、黒桂馬。飛び、ここにこすんで連絡をはっきりさせておきます。
ここで黒伸びると白飛び黒桂馬飛んで覗きます。受けは仕方ありません。滑りこの進行は白満足です。ここで白がつけて変化に出た場合、黒は跳ねる一手伸び、この伸びは急所、連絡を断ちます。勢いここを出ます。白曲がり出を打って伸び突き出します。飛び隅は封鎖されてもこのコスミツケで心配ありません。黒十分です。ここで白が飛んで変化に出た場合、黒は押します。伸び黒当て押さえ押し上げます。伸びもう一本押して伸び隅を守ることになります。黒が両方打った形です。続いて第4章両掛かり定石小芸間掛かりの部を解説します。白の小芸間の両掛かりに対する定石です。黒つけ白跳ね黒伸び白伸び黒の押さえは要点白コスミ黒のコスミつけは形です。跳ね当て込み次隅押さえ飛び小隅桂馬に開き黒跳ねまでここまでが基本形です。この時に白が出ていくのは黒は伸びが冷静な手になります。白で黒で白で黒伸びとなります。この形は白一子を取り込んで黒地が大きく黒に不満がありません。この時に当て込むのはどうでしょう。黒は下がって受けます。白で黒切り
次。ここに切りが入って、これは白の無理な形です。ここで当てを打ってしまうと、この時に隅の狙いがありません。挟みつけると黒は下がります。ぶつかり、ここで黒からうまい手があります。この挟みつけが好手。白で、黒も出ます。白当てに、黒下がりとなって隅は心配ありません。ここで白が挟みつけると、黒はこちらに下がって抵抗するのがいい手になります。白当て、黒切り、当て、下がり、押さえ、こういう別れになります。白飛び、黒コスミ、桂馬に開き、ここでこの跳ねが大切な一手です。この手を手抜きしますと、白挟みつけます。黒跳ねて抵抗してみます。白ぶつかり、次は仕方ありません。白渡ります。黒切り、当て、次、当て、黒三目取り、そして次、この別れは三目を取りましたがまだ生きていなくて黒のつらい別れです。ここで白が三三に打った時の変化です。黒は押さえが大事なところ。黒の切りまでで一段落となります。これも定石です。この形は将来詰める手があります。白ぶつかりぐらいです。黒は飛びが形です。黒の一見爪に対して白が手を抜けばこの置きがいい手になります。白次は仕方ありません。黒はい、押さえ、ぶつかり、コスミが必要です。これは白がつらいでしょう。
白の三々に対してこちらを押さえるのはやや甘い打ち方になります。白連絡します。黒割り込み、次かけ継ぎ、曲がり、伸び、ここで一間に飛んで一段落となります。将来この跳ね継ぎが白の権利になります。黒の押さえにこちらを継いで頑張るのは黒は押さえになります。白跳ね、黒跳ね、かけ継ぎくらいのものです。黒はい、白飛び、ここでこのツケが急所になります。白跳ね、黒割り込み、白切り、黒伸び、注目取り、こういう進行が考えられます。ここにコスむのは簡明な定石です。白三三、黒はこちらを押さえるのが大切な一手。一間に飛べば固い別れです。桂馬にかけて小さく取るのはあまりよくありません。白からこの手が急所になります。黒の次は仕方ありません。白跳ね、黒跳ね、伸び、これで一応一段落です。このあと白から跳ね継ぎが先手になります。ここでこの桂馬掛けは最強の手段。白が這うと黒伸び、白這い、黒伸びとなってこれは黒が厚い形です。ここで白は出を打ち切るでしょう。その切りが非常に厳しい手です。黒押さえ、白跳ね、黒押さえ、次飛びが形、伸びを利かします。肩つきします。これは難しい戦いになります。続いて一見高がかりの部を解説します。
高い両掛かりについて勉強してみましょう。この形で黒が三々に受けるのは消極的な打ち方です。白に封鎖されてしまいます。これは黒よくありません。下につける手も消極的でよくありません。黒引き、次黒つけ、跳ね、黒伸び、白伸びとなります。これは黒がつらい形です。ここにつけるのが積極的ないい手です。白跳ね、黒引き、三三、黒押さえ、跳ね出しは強い手です。白切り、黒下がり、白曲がり、跳ねは急所、白切ります。当たり、次飛びが形、切り、抱え、当て、一目抜き、抑え、曲がりまで、基本形です。白の切りに対して隅を抱えるのは外側の黒2子を取ります。これは白十分の分かれです。白の三々に対して単に切る手も有力です。白連絡くらいのものです。黒伸び切って一段落、これも定石の一形。黒のつけに単に三々に入る変化です。黒押さえ、はい、ぶつかり、かけ継ぎ、伸び、これも一つの分かれです。ここで白がぶつかりを打ったとき、黒がこう受けると白渡り、次はやむを得ません。
白伸びとなります。この図は黒がやや不満です。白のぶつかりに対しては出る手がいい手です。勢いでとなります。そこで付け越して、これは黒のやれる戦いです。ここで白がぶつかりを打ち、黒は抑え、切る変化を調べてみましょう。黒下がり、白伸び、桂馬が急所です。白くずみ、黒押さえ、コスミ、黒受け、切り、当て、押さえます。白跳ね、黒曲がり、当て、次、かけ、当て、次、黒抜きまでの別れとなります。黒十分の実利です。ここで白こちらをコスんで守ると、黒跳ね、跳ね、一間に飛んで左右を見合いにします。こちらに伸びると桂馬に封鎖して、これは黒十分です。結論として白のぶつかって切る手はよくありません。続いて両一間高がかりの部を解説します。白一間にかかり、配石によっては挟むこともあります。高く両がかりしました。この両掛かりが一番厳しい手です。黒コスミ、三三、こちらから押さえます。はい、ここで黒押すと白伸びます。これは黒よくありません。ここではこちらに押すのが形です。白当て込み、黒跳ねまで一段落です。ここで白こちらに伸びる変化を見てみましょう。
黒桂馬、白当て込み、黒継ぎ、白曲がり、黒一間飛び、白つけ、黒伸び、飛び。この飛びが要点です。ここで白こちらに受けると、黒一間飛び、白つけ、押し、跳ねます。次、竹譜、つけ、出ます。押さえ、切りがいい手になります。下がりよりありません。中央の伸びを利かして、次、一目を抱えて黒十分です。黒のハサミがない形です。この形でコスむのは白三三です。黒押さえ、はい、黒押し、白伸び。この図は黒に根拠がありません。ここで三三にこすんで早く収まるのは一つの考え方です。白一間に封鎖します。黒は手を抜きます。白がこちらから迫ると、黒は滑ります。白コスミに、黒はい、切り、黒下がりとなって死ぬことはありません。この形で黒は下がるのも有力です。白一間に封鎖、黒は滑りぐらいです。これで一段落。